熊谷女子高校、高見沢里穂さん埼玉坂戸西高校、山川小春さん兵庫西脇工業高校、田辺ひなのさん群馬前橋女子高校、以上の4名の出場です。さあ、大高君の方は最強高校の竹上穂中さん、先ほどの 3m60 は鮮やかなクリアでした。日本ジュニア3位の実績を残しています。さあ、竹上さん見事1回目 3m70 クリアいたしました。400m の通過は1分09秒。さあ、ここで前に出たのが西脇工業高校の山川さん。現在先頭は坂戸西の高見沢さん。女子ジュニア走り高跳び競技開始です。800m の通過は2分24。女子走り高跳びは 1m65、最初のチャレンジャーは岩田さん、富山商業高校。ジャンプでした。まだもう一回チャンスがありますからね。十分さすがでできました。 1200m の通過は3分42秒。先頭は高見沢さん。さあ、棒高跳び3回目 3m70、国体チャンピオンの兵庫明石商業高校那須麻衣さんです。アウトドアでは 380 の記録を持ちます那須さんです。
てる、バーは揺れてる、クリアです。